まあ、やってる本人たちからするとどうなの、まあ、俺その時代はいないからさ、あれだけど、まあ、その時はね、なかなか仲良くはできないっすよ。山岸のりひろさんでーす。こんにちは。こんにちは。元気？はい、なんとか元気。指怖いから曲がってるから、それいきなりおかしいから。何それ、いつだったのそれって。いや、いつっていう、なんていうか、この怪我がっていうあれじゃないんですよ。あ、ポキじゃなくて、もう積み重ね。そうです、スキビなんで結構ありましたけど、うん、あ、脱臼したと思っても休めないじゃないですか、やっぱポジション争いしてると。まあ、うん、本来は休むべきなのかもしれないですけど、外されるのが嫌だとか、アスリートとしてそれは健全かどうか分かんないですけど、うん、まあ、ごまかしながらやってるとこうなってしまう。怖い怖い。そう、ね、いないからね、なかなかね。いや、まあ、ゴールキーパー職業病だよね、やっぱそこは、うん、ですね。なるほどね。小山岸とはいつが去年のホビー戦の時に会ったのかな。11月の駒場ですね。ね、それ以来なんですけども、まあ、なんと今日たまたまこの収録日ね、5月17日がお誕生日ということで、おめでとうございます。多分狙われたかのように。40?42 です。42。はい。42歳か。じゃあ、現役は40までやってたってこと？そうですね、40まで。34、5あたりから、40まで、やれたらいいなっていう、こう、自分の中での小さな目標があって、うん、もちろん、移籍もしながらでしたけど、移籍をしたから40までやれたとも捉えられますし、うん、自分の中でそう40っていうのが一つの目標でありましたよね。うん、まあ、年齢だけでやるもんじゃないですけど。ゴールキーパーって、まあ、フィールドプレイヤーよりはなんか息が長い感じはね、すごくするんだけど、うん、ただまあ、タフなポジションだし、一つしかないから、休んだらポジション奪われちゃうっていう、まあ、危機感とかっていうのも、常にこう感じてやってきたわけでしょ？そうですね。うん、まあ、やっぱり、裏在籍した時に、やっぱり長く、亮太と出た方が代表っていう時もありましたし、なんていうか、自分が、こう、試合出ること、もちろんそれで勝つことをこうヒリヒリするというか、なかなか他の選手では経験できないことを、8シーズン、9シーズン、8シーズンだかな、亮太と、ね、そういう経験をさせてもらったのは、自分の中では指導者になった今でも財産ではありますよね。なんかほら、どっちが出てもおかしくないっていうような状況のキーパーが2人いるって、まあ、強いチームというよりもそれがベストだと思うんだけど、まあ、やってる本人たちからすると、どうなの？まあ、俺その時代はいないからさ、あれだけど。まあ、その時はね、なかなか仲良くはできないっすよ。それがまあ普通なのかもしれないけど、現役でそうやってやってる時はほとんど口聞かなかったし、うん、お互いに意識、まあ今ではもう全然普通に話しますけど、うん、まあ生活変わってますからね。そうだよね。うん、そこで仲良くできることは、うん、まあ、自分のキャパが狭いのかもしれないけど、自分の中ではちょっと理解はできなかったなと思います。でもそこはやっぱり鈴木も同じようなことはやっぱり言ってるよね。現役の時はもうやっぱりそんなほとんど喋んなかったけど、なんて。まあ当然リスペクトはしている中でね。だからそれがあるから多分今、まあ本当やっぱり長く喋れるっていうね。っていうことではなくて、ルタがいたから、こう、なんていうかな。自分はもう、とにかく練習量をこなして、うん、ルタはやっぱりセンスあるんですよ。で、自分はセンスの部分ではやっぱり劣ると思ってたし、だからもう、数をこなして、ひたむきにやるしかなかった。僕に合ってたのかもしれないけど、でも、彼がいたから本当に現役を長くやれたっていうのはありますよね。うん。まあでもやっぱりそういう経験が、ポジション争いっていうのがあるから、キーパーがやっぱり安定してるっていうかさ。それはなんかすごくはっきりしてるね。強いチームはやっぱりいいキーパーいるみたいな。まあでもね、そのゴールキーパーってやっぱ特殊なポジションでさ、まあ僕が必ず聞くんですけど、やっぱり変わり者が多いとよく言われるポジションじゃないですか。うん。自身はどう変わってんの、やっぱり。意識してないですけど、うん、どうかなって思いながらもう変わってるとは言われる。言われる。でも逆に変わってないとできないのかもしれない。あれだけシュートを打たれてさ、ミスしたらそれが失点でそのまま負けにつながっちゃうっていうそのプレッシャーっていうかその責任感もそうだし、ミスしないためにあれだけの練習をするわけじゃん。毎日毎日。はい、だってもう合宿中の練習とか見てたらもうなんかかわいそうだもん。立派練習。もうシーズン前のキャンプは一番きついですよね。レッズでもタイトル取って、まあ、最終的にはね、山形にこの後移籍するわけだけど、
こう山形に移籍するときっていうのは、まあ試合に出てなかったっていうのもあるけど、どんな思いで移籍したの？あの時は、まあ自分がその現役を続けていくために、36だったんですよ。現役を続けていくためには、なんとかこう試合に絡まないといけない。当時、周作が移籍してきた年で、浦和で試合に出だして、2002年に試合に出だしてから、怪我以外で、ベンチ外になること、メンバー、18人のメンバーから外れるってことが初めてだったんですよ。いや、これはまずいとなって、ね、代理人とも相談して、どっかこう、僕を受け入れてくれるところ、どこでも行った先では競争なんですけど、僕を求めてくれるところを探さなければいけないなという話はしてたところ、偶然にもこう、山形で試合に出たキーパーが一人怪我をしたと。キーパーの移籍ウィンドウ外の特例ルールがあったんで。ああ、そうなんだ。のルールを使って、2014年の6月ですね、に山形に移籍したんですよね。まあ自分の力をそうやって評価してくれた監督とクラブだったんで、で完全移籍のオファーもらえたときは正直嬉しかったですし、まあ光栄なことですよね。次の年の完全移籍の年のプレーオフであのヘディング？あ、それ前か。そう、それで完全移籍のオファーをいただいて。そりゃあのゴール決めれば完全移籍のオファーするよね。まあ当然あの時間帯で上がってったってことはもうゴールするところに行くわけでしょ。全然点取るつもりなかった本当にでもほらキーパーが上がっていくタイミングってやっぱあの時間帯じゃない、同点に追いつかなきゃいけない、勝たなきゃいけないとかっていう状況じゃない、点を取らなきゃいけないっていう中で上がってって、まあとはいえどっちかというとニアの方に行ったよね。はい、試合前から石崎さんにビハインダーの状況だったら行ってもいいですかって言ってて、なぜか。ああそうなんだ、うん、はい、なんで試合前にそれを確認したのかを未だに分かんないんですけどなんかあったんだろうね、予感がきっと。で、コーナーになりました、ペナルティーボックスに入るぐらいの時にチームメイトにちょっと俺両一の前に入ってみるからっていうことを言って、でそれもミシャさんがサッカーも相手にとって嫌なことをとにかくやるんだって言われて、でそれがこうなんか頭の中に残ってたんですよね。僕がコーナーの守備をしててやっぱりニアでフリックって対応遅れるんで絶対嫌なんですよ、なので前田隆一選手を無力化するにはやっぱり前に入ってコースを変えることが、自分で触ろうと思ってなかったんですけど、触れたらラッキーぐらいのあれだ。今日は相手を一人引き連れていけば中は混乱するかなと思って。触った瞬間はどうだったの？入るって思ったの？いや全然触ってコース変えるだけを意識してたわけですよ、で倒れて起きたら、お入っちゃったってみんなに押しつぶされて、いやもうあそこしかないってところにやっぱ飛んだからね。ねえ、まあでもね、本当劇的な、しかもね、フィールドプレイヤーじゃなくゴールキーパーの山岸がっていうのは、あれはもう本当俺もちょっとおーってなったもんね。おーみたいな。で北九州行ったの、その後。まだ2年半プレイして、で北九州で2年ですね。北九州のあのスタジアムも素晴らしいんでしょ？ああ、いいスタジアムですよ。あれ、海に入っちゃうんでしょ？海入ります。浜に入ります。入った時用のボールボーイというか、ボール拾う用の船がもうスタンバイしてるんですよ、毎試合。そうなんだ。あの、バリー・ボンズのホームランを。ああ、そうそう。サンフランシスコみたいな。みんなで網で狙ってました。すごいな、まあ。行ってみたいなと思いながらも、なかなかね、行く機会はないけど、でもすごく。いいスタジアムかっていうのは聞いてるから。そうですね、アクセスは小倉駅からでも歩って10分かかんないと思うんですよね。そんな近いんだ。5000円ちょっとなんで、浦和戦やるとなるとちょっとキャパ的にっていうのもないけど、あんまり大きなスタジアムで観客数がちょっと寂しいとガランってしてしまうイメージでどうしてもある。やっぱり入ってる方がやる方もいいよね。1万5000ちょっとって現実味のある現実味のある数字だしね、人数だしね。でも引退するときはなんか寂しい思いはあった？
まあ、それは寂しさはゼロじゃなかったですけど、自分の中でやっぱり40、もちろんそれ先続けられたらよりいいですけど、うん、J3 で当時最下位だったんですよ。それで実際北九州からも契約満了になったんで、あ、じゃあもうここで一区切りだなと、自分の中ではこう、いいか分かんないけど、一区切りのタイミングかなと思って、もともと指導者の道もっていうのは考えてたんで、で今は、U18?15?JFA アカデミーの U18 のキーパーコーチですね。JFA アカデミー、あれ、今どこだっけ、静岡？そうです、本来の拠点は福島だったんですけど、あ、はいはいはい、東日本大震災の影響で、うん、御殿場の時の住処、まあ、サッカー関係者の方だったら、ね、はいはい、何度か行ったことあると思うんですけど、に、拠点を移して、そっちで今活動してますね。U18 のキーパーコーチでしょ？やっぱりそういう JFA アカデミーにいる子たちっていうのは、まあ、他のユースとはまたちょっと違う独特なところじゃない？どうなの？もう、モチベーション高い。今日も真面目ですよ。全寮制なんですよ。うん、時の隅で学校も福島の双葉未来学園の分校という形で三島の高校の教室を間借りして、うん、でみんなクラス一緒なんですよ、うん、アカデミー生が帰ってきて夕方からトレーニングっていう一日の通常時の一日の流れなんで、うん、もう24時間一緒なんですよね、うん、僕らはサッカーの指導だけしてればいいっていうわけではなくて、うん、学校の先生との関わりもありますし、選手が帰ってきて寮内の一保護者としての関わりもありますし、なるほど、なので宿直とかあるんですよ。自分の子供には全然しなかったけど、うん、学生の方の雲の丸付けとかしたりしますもん。なるほどね。ああ、そうかそうか、そういう感じだ。リーチがもし、ね、そっちのアカデミーの方に行ってたらね、こういうこともちょっとインタビューもできなかったからさ。ああ、そうですね。まあ、ちょっとこんなタイミングだったから、はい、いろいろ話が聞いてよかったよ。はい。じゃあさ、ギリ最後にさ、山岸のりひろがやるベストイレブンを。おお、まあ、それ考えてなかった。これはね、聞かないとダメなんですよ。全然教えてくださいよ、それ。全然。それは浦和の？いや、もう、ギリ氏が関わった人でもいいし、ギリ氏の考えるです。あー、なるほど。キーパーはね、日本人。まあ、うん。まあ、外国人全部だともちょっとほら、わかんなくなっちゃいました。まあ J リーグでやってたね、人とか。じゃあ J リーグ関係、うんうん、まあ、キーパーはね、みんなね、迷うと思うんですけど、うん、吉勝さんか奈良さんかで。お、奈良さんかなぁ。川崎。はいはい。なるほどね。じゃあ、あと、ディフェンスはどうしましょうか。3バック、4バック。4枚。うん。センターバック2枚は、うん、トゥーリオ、ユージさん、ボンバー。ああ、トゥーリオと、中田ユージ、うん。右サイドは。内田篤人選手と、お、長友が、二人がこう若い時出てきたじゃないですか。うん。あの時は結構なインパクトありましたよ。なるほどね。インパクトがあって、今でも残ってるんですよね。なるほどね。内田篤人と、長友。ね、平も悩むな。平か。平はね、本当に人間性も素晴らしいし、うん、サッカー理解力がすごい高いなって。だからまあ、あの裏のトップチームで指導してるのかなと思いますけど、頭がいいというか、誰からも信頼される選手。じゃあ、平川、長友にしますか。はい。じゃあ、右平川、左長友。はい。じゃあ、中盤は。中盤はね、やっぱり汗かけるのは鈴木啓太かなと。お、鈴木啓太、長谷部、小野伸二。でも、阿部もいてほしい。ああ、はい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 。阿部啓太いると、本当助かりますよ。なるほどね。じゃあ、ボランティア2人、阿部ちゃんと鈴木啓太で。そうっすね。難しいっすね。あー、でもやっととか俊介もあーいますよ。ラストパスを出せるオノシンジとオノシンジとやっとかな、知らせるやっとかな。なるほど、シンジとやっと。じゃあフォワード2人、あ、スリートップ、はいはい、スリートップで難しいな。対戦して嫌だった相手もいい。これは絶対合わないですけど、うん、3人がいいコンビネーションできることは絶対ないんですけどエメルソン、ワシントン、うん、あれにしようかな。まあでもエメとワシはやっぱり入れたいところだね。あとマルキかな。マルキニオス。こうなったらほとんど個の力になっちゃうんで。でもいたらいたでやっぱその3人だったら取るね。ただコンビネーションはほぼないと思います。ワシントンが怒りそうだね。はい。
ワントップワシントンで、まあ、エメット、マルキーノスみたいな。やっぱりその3人っていうのは、まあ、エメルソンとワシントンはさ、まあ、練習の中でだけど、マルキーノスなんかと対峙してて結構嫌だったタイプで。嫌でしたね。とにかく手を抜かない。まあ、皆さんイメージがあると思うんですけど、エントリアのブラジル人って、やっぱりどっかしらディフェンスのところは、まあ、これぐらいで一緒っていうのは感じはありますよね。うんうんうん、でも、マルキー、まあ、やっぱり一緒にやってる選手と、こう対戦した僕らの印象ってやっぱり違って当然だと思うんですけど、僕らの印象として、対戦してた印象としては、うわ、手抜かねえなって、ディフェンスもすっごい頑張るし、まあ、献身性すごい高いな。まあ、それが信念というか、鹿島で試合出るにはそれがないとっていうのはあるかもしれないですけど、自己スピリットというか。あと、日本で何チームも渡り歩けるブラジル人って、やっぱりいい選手。ピッチのスキルだけじゃなくて、人間性としてもしっかりしてないと、僕で、しかも、ね、ブラジルからしたら日本ってまだまだワールドカップの成績とか含めても、発展途上の部分ってあるじゃないですか。だけどその中で、こう何チームをそうやって求められるっていうのは、人間性がしっかりしてるんだろうなとは、勝手な想像ではありますけどね。なるほどね。明るいしね、人とのコミュニケーションもしっかり取れてるしね。あと、ジョキーパーは奈良崎で、平塚はトゥーリオ、中澤、長友、阿部、小野、遠藤、ワシントン、エメルソン、マルキーニョス、これはコンビネーション同会費ですまあまあいいんじゃない、ね、はい、その人たちが一緒にやることもないからねまあでもギッシュ本当ありがとう。ね、また OB 戦なんかもきっとあると思うので顔出してください。ありがとうございます。こちらこそ。いや、こういうお話いただけて光栄ですよ。もうでもそろそろ向こう戻るんでしょ。そうですね、来週、今日17で、来週ぐらいから多分、全選手が帰省してるんで、全国に、うん。で、来週ぐらいから多分戻ってくるんで、うん、で、静岡も緊急事態宣言解除されて、おそらく6月1日から学校再開になるんで、うん、それに合わせて、こう、帰寮ですね、帰省じゃなくて帰寮させて、そのための準備をっていう形ですね。なるほどね。うまく進むといいね、なんかね。ありがとう。いい誕生日を迎えてください、この後。家族と。ありがとうございます。夜、どうなんでしょう。あえて聞いてないですけど、何も。ああ、ほんと。でも、水井さん、僕、こんなね、うん、のんびりした誕生日。ああ、まあ、そうだよね。過ごすのって、本当に何年ぶりってぐらいですね。たまたまね、こういう時期だったっていうね。いや、もう家族にしっかり恩返ししてください。ありがとうね、水井。こちらこそありがとうございました。うん、また、頑張って連絡します。ありがとうございます。はーい、バイバーイ。さあ、今日のゲストは、はい、もうね、入札終わってる。なんで入札